はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、前回はね、この初めて来た少し大きめの島でですね、名前忘れちゃった鳥とね戦いました。名前何だったかな。あ、これスクリーチャーっていうね、この石を投げてくる面倒な厄介な鳥を倒しました。まああとね、このイボイノシシっていうね、イノシシも倒しました。それで今回はですね、海の中をねちょっと探索してみようかなと、ということで、まあね、海の中を探索するというと、まずやっぱりねサメが厄介だというわけで、とりあえずですね、サメ対策をまずはねやっていきましょうかと。まあ実際ね、まあサメと戦っても全然いいんですけど、まあこのね小鳥を入れてですね、その間にまあ、アイテムとかね取れるだけ取っていこうかなと思います。では行きましょう。あ、ちなみにね、酸素ボンベと足ひれをつけてます。こうね、足ひれはね本当に便利で、これがあるとねかなり進むスピードが速くなります。お、なんだこれ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 なんだこいつなんだこいつなんだこいつ。あ、これがあれか、フグか。おー、当たった。おー、なんだこれ。ええ、どうなった。おー、やべやべ、なんか食らってる食らってる食らってる。え、何これ何これ、フグの毒ってことか。で、今のフグどこ行ったの。あれ、消えた。何だったんだ今のは。まあいいや、とりあえずちょっとまたいろいろとね見ていきましょう。おお、また来た、また来た。なんだあいつ。ちょっと毒を吐くから。おお、毒吐いてる。え、どういった。毒を吐いて消えるっていう、そういう動きなのかな。いないね。あとやっぱね、気になるのは、フグですね、フグ、フグ。おぉ。やばいやばい。アイテムボックス。よし、こう。結構深いですね、ここは。アイテム、まああんまりね大したものが入ってないですけどね。
お、鉄鉱石。これは嬉しい。これは銅ですね。まあ今までね、なんですかね、探索してきた、いわゆる普通の島は、まあ島もね、小さいんですけど、このね、海底部分もこんなに広くなくて、これね、今回初めて、大きな島っていうね、新しい、島に来たんですが、やっぱりね、この海底部分も、広い。うん。かなり広い。フグはあれかな？一定のなんかランダム湧きをするのか、固定で湧いてるのか、どうなんでしょうね。どういう条件で湧くのか。っていうか広いなここ。よし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 。さあこっち側はどうかな。何かいいものがありますかね。よいしょー。お！来ました、来ました、来ました。ふぐ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 。やばいやばいやばい。おお、刺さってる。なに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 ？お！倒したんか？倒した倒した倒した。こんな風になるんだ。さっきのじゃあの毒を吐いたのは一体何だったんだろう。出ました、爆発性粘液ゲット。これであれかな、あのなんとかランチャーのネットランチャーだったかな、あれが作れますな。まあ、やっぱあれですね、あの新しい発見があると楽しいですね。まあ、ゲームやっていてね、あの楽しいなと思うのはね、やっぱそういうなんか新しい発見があったりとかね、なんかこう今までできなかったことができるようになったりとかね、そういう時にこうゲーム楽しいなと思いますね。まあ気になるのはあのフグがサメと同じようにね、その一定の時間が空いたら湧いてくる生き物なのか、それともさあの前回のね、島のね、上にいたあの鳥のように、一回限り、湧きがね、一回限りなのか、どっちの属性なのかなっていうのが気になりますね。これね、もう、上いないですもんね。イノシシも。フグはどっちかなっていう。よし、じゃあ、ちょっと待ってよ。新しいね、素材が、手に入ったときは、これですね。あ、そうか。念のためと言って別の場所に置いたんだ。よいしょ。これね、一個しかないからな。あ、調査できない。なんていうことでしょう。精錬所で乾燥させられますと。乾燥させられます？まあ、これはダメか。溶鉱炉ってことかな。あ、
いけるね、これ。爆発性粘液を置く。はい。おお、これは楽しみ。おお、フグはこの小さめのね額縁でいけますね。はい、猛毒のフグ。猛毒の、はい、できました。猛毒のフグ、まあかわいいね。あ、できたできた。爆発性粉末、これをリサーチテーブルかな。あー、そうだね、調査できるね。ただこれね、これ調査しちゃうとなくなっちゃうんだけど、まあしょうがない。きたー、これか。ネットキャニスター、ネットランチャーと併用します。はい、習得。おー、きたー、これ作れるようになりましたね。ただ爆発性粉末がまたいるので、やっぱりね、もう一回あのフグを捕まえなきゃいけないな。リスポーンしないってことは湧き場所が決まってて、固定スポーンかな。で、最初の2匹はなんかあのガスがね、出てきた。あれは多分仕留め損ねて、失敗だったと。なんかそんな気がしてきましたね。残念。はい、というわけでね、今回は、このね、大きな島の海のね、エリアを探索してみました。そしてね、爆発性粉末というものが手に入ったので、いよいよね、どうだったか、ここはこれね、ネットランチャーの、このね、ネットキャニスターっていうね、これを、解放しました。ただし、爆発性粉末がね、足りないので、これをね、手に入れるためには、この猛毒のフグ、こいつを倒さなきゃいけないと。で、どうも今回プレイした感じだと、何回もね、同じ場所に湧くんじゃなくて、どうもね、固定で湧きのような、固定湧きのような感じがします。なので、あの猛毒のフグがいる場所を、まあ、探さなきゃいけないと。いう感じでしょうかね。はい。なので、一旦ね、この島はまあ離れて、ちょっとまた別の島をね、見に行って、で、そこでね、フグをゲットして、またここに戻ってこれたらなぁと思います。これでもなぁ、どうやって、この場所を探すかですよね。まあ一応ね、目印なのは、この8811の座標がですね、ここで言うと今1791のこの場所なので、まあそこからね、あの、行ける島っていうのが、一つのね、目印になってるんじゃないかなと思います。はい。っていうわけでね、今回はここまでにしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。